東京都中央区日本橋人形町にある、茂森栄振動贅沢せんべいとは、新州稲出身の茂森栄二が考案した、甘味せんべいである。新州稲出身で1917年に、人形焼きの老舗、森長振動を創業した、茂森栄二が考案した。戦時中、貴重品だった卵や砂糖を使った、贅沢なお菓子ということから、 贅沢せんべいという名がつく。生地の中には、ピーナッツフライビーンズ、消しの実、根生が、青海苔が散りばめられている。卵、砂糖、小麦粉をベースにしており、香線せんべいと似ている。派生製品も含めた総称として用いられており、それぞれ、ビンズせんべい、格子せんべい、小判型せんべい、生姜せんべい、パピロせんべいなどの名がついている。昭和初年、店舗を、 現在の人形町交差点に移した時に、初代社長の重森栄二は大変なアイデアマンで、当時まだ珍しかった飛行機を広告に生かそうと考え、飛行機に宣伝チラシを積んで空から振りまく。日本橋人形町に重森栄二が1917年に個人商店、重森栄新堂として創業。創業年から贅沢せんべいを販売。 1927年頃から七福神をかたどった繁森の人形焼きを販売。七福神をかたどった人形焼きの元祖は1907年創業の板倉屋とされる。1941年に菓子製造販売等を目的とする会社組織化。1972年、二代目社長に繁森義久が就任。1982年、 三代目社長に、銃森永作りが就任。2015年、四代目社長に銃声高難が就任。2016年、株式会社銃、森永振動に変更。創業者の身内が経営する場合は分店、それ以外は支店としている。製法の指定はなく総本店の商品とは、若干異なるものもある。最盛期には、分店、支店合わせて18店舗あった。 ありがとうございます。